月29万円の生活保護でも苦しい？生活保護を月29万円もらって文句を言う女性に批判殺到。その実態は異常なものでした。朝日新聞大阪版に貧困隣り合わせと題して掲載されました。夫と離婚し、中2の長女と小5の長男と3人で借家暮らしをしている41歳の母親との母子家庭。養育費はもらっておらず、長女が不登校気味で働きに出られないため、3人で月に29万円ほどの生活保護費をもらっているとのことです。ある月の家計簿を見ると、家賃は5万4000円で、その次に目立つのが習い事などの娯楽費に4万円。長女は体操、長男は野球をやっているからだそうです。そして被服代が2万円、交際代が1万1000円の出費、そして携帯電話代が2万6000円。子供の携帯解約での違約金や、自分が働き先探しにかかったものでもあるそうです。そもそも中学生に携帯が必要だったのかという疑問も出ています。また固定電話代も2000円かかっています。月は1日1500円以下に切り詰めて、月に4万3000円だが、おやつ代は別で7000円。つまり合計5万円。記事では1万5380円が手元に残ったとなっていますが、29万円から考えると、他のものに数万円を使っている計算になります。一体何に使っているのか。ネットでは批判が噴出しました。朝日新聞は母親のケースを貧困として報じたものの、ネットでは逆にもらいすぎと批判が噴出しています。携帯と娯楽、習い事は半分以下にできる、交際費ってなんだ、飲み代、季節の変わり目にはわかるけど毎月2万円も服は必要なの、残り1万5000円って、1万5000円は下げてもいいですよってことじゃない。手取りで29万円は貧乏なのでしょうか。手取りで月25万円の生活は、税込み年収では400万円以上の水準です。しかも生活保護を受けている人は、医療費が無料になるため、年収400万円の人よりも生活が楽と言われています。必死に働いて生活保護を受けずに育てている母子家庭の方もいらっしゃいます。育ち盛りの子供が2人もいてはお金がかかるのも理解できますが、これで足りないと言われるのは困ります。生活保護の保護基準の引き下げはあるのでしょうか。大阪府の社会援護課では、母子加算2万5100円もつくので、生活保護が30万円近くになることもあり得ることを認めました。しかし、習い事などへの出費が高すぎるといったことについては、こちらでお答えできるものではありませんと話すのみでした。携帯電話と固定電話の両方を持つことに制限はなく、家電製品、破損などに備えて保護費を貯めるのも問題ないとしております。一方、厚労省の保護課は、使い道はあくまでも個人の考えだとしながらも、習い事などの度が過ぎていればケースワーカーなどが指導をすることもあり得ると指摘しました。それは食費などが優先されることになっているからだと言います。生活保護の保護基準の引き下げは、2013年8月1日から3年かけて段階的に行いたいとしており、この母親のケースなら第一段階で3000円ほどの減額になる見込みだとしました。最終段階では8000円ほどの減額になるが、保護課では母親が働いていればいずれも減額にならない見込みです。それは自立促進のため、同時に勤労控除の導入を考えているからですと話しています。ネットでの反応では、うちも母子家庭だけど、そんなにもらえるもの、生活保護で働かずにして29万円もらえるならそっちの方がいい、信じがたい、
生活保護の実態で本当にこれなの、もらいすぎ、節約が下手などの非難の声が殺到しております。